本当。でここからここからの抽選ここからね、まあどうかというとこですが、はい、で、カメラは大地くんが今はい、はい、じゃんけんその前にあ、そうですね、はい、ルーザーズで抜けた NK 流復興委員会2グッチ会、ガムシャラジャパン、中野 TRF、 ここの4チームは先方キャラの申告をお願いします。申告しませんといけません。先方キャラの申告考えておいてくださいね。というか もう、はい、もうしなきゃいけないんだけど、あ、そうか、貼るときに考え、先に言わないといけないのか。じゃあ丸をつけてください。丸をつけてください、先方キャラに。赤で、赤丸を。名前わーっと言った方がいい。 NK 流復興委員会、デゲシュ、クスモンド、 NK 流いる。 NK 流グンゼ、トモザ、ナオキ。あ、ちょっと2号足、ごめんなさい。 NK 流いますか。はい、先方を申告してください。はい、先方は固定です。2位同士でやるときだけ、はいはい。グッチ会、グッチ、はい、グッチ会、先方グッチ流決定。グッチ会はグッチ先方、ちょっと調子悪そうですかね。 NK 流はここで悩んでます。ガムシャラジャパンは来たる。ガムジャパいます。ガムジャパ、はい、決まった。もうちょっと、はい、まあ、ルールなんでこれはもうさっさと決めてもらいたいです。はい、 NK 流。中野 TRF だけは直前まで試合してたからちょっとしょうがないけども決めておいてほしいですね。トーコンチュンリーが、トーコンチュンリーがガムジャパの先方決定。まあやっぱ対応できるキャラに なりますよね。リュウとかチュンリーとか。そうですよね、広く広くってことですね。さあ、直木バイソン NK 流、ほう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 、やはり強キャラと呼ばれるキャラが選ばれる傾向にあります。中野 は中野は読みとしてはハイジン君かな。どうだろう、はい、まあ今勝ったばっかだからね。まあ、ゆっくりとは言えないが考えてください。マジで1から4のくじはあるあるある、オッケー。残ってるチームはその4チーム。で、これが終わりましたら1位抜けチーム、くじ引きがありますので用意しといてくださいね。頼む。新人類、フジモン班、動物落とし、4チーム用意しといてください。くじ引きで1番から4番春順番決めます。ああ、ちダメだな、うん、1抜けした4チームは、はい、やっぱりハイジさんですね。まあね、だからいや分かってますよ、分かってますよ。さあ、これで2位が全部、先方申告が終わりました。終わりました。じゃあ、1位抜けのチーム、トランプを引く順番のじゃんけんを、いや、そのまま決まってんだ。上からトランプは引く順番いるんですか。いや、ほら、最初なんで、まあ、確率論的には変わらないんだけど、最初に当たりがねえと嫌だとか言い出すやつが結構いたりするから。じゃんけんそんな時間かかんないから、まあ、じゃあ4人でじゃんけんしてもらう。4人で、はい、フジモンハンと、頼むと、どこだっけ動物とじゃんけんする人、トランプ引く人もいるから、各チーム1人代表を出して、代表出して、フジモンハン、動物、あとどこだ、来てない島さんどこだな。いや、オペマイいるさんいるから、コタカンとこです。コタカンとこ、コタカンとこ、頼む頼む、代表者あいた。はい、じゃあ4人でじゃんけんして、4人でじゃんけんして、
はい、勝ったやつからトランプを引けます。最初はグーじゃんけん、はい、はい、ショー、はいはい、ショーはグーじゃんけん、はい、はい、じゃあオペマイさんから引いてください。最初に引くからといって有利じゃありません。まだよ、4番順番決まってからね。オペマイ、フジモン、3番目がどっち？3番目ヒデと、あ、3番目ヒデ、4番目コタカということで、はい、じゃあオペマイさんから引いてください。これがフジモン班ですね。まあ別に見ても見なくてもいいですけど、はい、さあ頼むが最後になったのね。はいはい、1番引いた人、はい、どこ1番、さあヒデが引いた、動物落とし、動物落とし、はい、どこ入れるか考えて発表だけしといた方がいいのかな。2番はちなみにどこ、2番引いたのどこ、2番はフジモンのとこ、新人類、3番引いたのが小鷹、はい、頼む。え、2番引いたのは、どこだっけ、フジモンだから新人類か。はい、もう貼ってください。 NK 流に行く、決まり、オッケー、はい、決まり。じゃあフジモンのチーム貼っていく、はい、新人類ですね。新人類どこに入るか決めてください。左上です。フジモン、どこ貼る、グッチ会、さあフジモンの新人類はグッチ会、はい、じゃあ3番目コタカンとこ、ガムジャパか中野 TRF、 どっち行くか、ガムジャパか中野 TRF、 コタカ、さあどっち行くか、どっちさあ、玉島さんが必死です。意味が分かりません。何言ってんだ、いや、さっき真央さん殺してんじゃないですか。さあ、小高悩んでおりますが、どうですか、小高の一手で下に行く、頼む。さあ、下行った、この歌い中野 TRF、 そしてフジモンハンとガムシャラジャパン、また当たると。だから右上だけはブロック、右上と左下はブロックの再現なんですね。そうですね、はい、大体こういう傾向ありますね。そうなんですよね、1回勝ってるしっていうのはありますから。本当にでかい。じゃあ第一試合は動物落としとNK 流復興委員会、 1P2P 選ぶ権利も、じゃんけんはないんだった、ごめんね。先方の直木バイソンに対して動物落としは 1P2P と、先方プレイヤーの申告、1P、はい、動物落とし 1P 側で先方川又龍だそうです。マイクバトンタッチ、はい、これはもう意味がないんだな、決勝だから。ありがとうございます。さあ準備はできてますか、川又くん大丈夫かな、時間も押している風なんでさっさとやっていきたいんで、はい、じゃあそれでは 2019×5 決勝トーナメントスタートでーす。さあ動物落とし川又龍に対して NK 流、直木バイソン、あ、セブさん待ち、あ
さあマイクが余ってるんで喋りたいやつは来い。さあ川又龍と直木バイソン、バイソン見てから龍なんですが、動物落としのキャラ的にはこれが一番いいかぶせなのかな。ちょっと微妙ではありますが、チュンリーやダルシムという手もあったと思うんですが、しかし川又龍が画面端へ行っている。さあ長瀬さんが来てくれました。さあ中盤台足、冷静だね、さすがですね。さあさあ波動の削りだけでモリモリ減ったが、強気に行きますね。さあゲージが溜まって中足ヘッド、いや暴れ、ここは使わせて、あっとこれは厳しいか。さあ川又が予定通り取った。まあここは軍勢でしょうね。ただダルシムを残した状況で軍勢を使わざるを得ないのはまあなかなか辛いところですね。ダルシム戦うまいけどね。まあうまいけど言うてやっぱキャラ差あるからね。まあね、ラリュウもやっぱ関西リュウがすごい少ないんでね。まあ私関東勢なんですけどね。まあまあそうね。まあダブラに当たって、あーダブラに出ない、すかして早っ、おさあかけてく、ここはかけてくね。さあ強気、まあ、川端リュウ中足もすごいですね今の。さあすかした、さあ今のカドウの相当勇気いる行動。さあ最後は大足を刺して、神経溜まってるからちょっと怖いんですけどね。さすが勇気、まあ川又くんはブッパで打たないという信頼があるんじゃないですかね。さあ大足カッケージいかない。さあうお、タッチパンチ、マジか。さあ差し合いが極まっている感じ。これは削りで、あー使って、そうですね。さあグッズがこの状況を打開するために何かを選んでくるはずですが、ダブラにかくって、さあいかない、あっと運がいい、ゼロ回かい、回し蹴り相打ち、うまい。さあ波動ダブルミス、これは痛いか、厳しい。さあさあベタ足ファイター川又、うわっ最悪、最後はファイヤー。さあどうする NK 流、ベガト、ベガト流と、なんだっけ、ホンダ、まあマッキーさんでしょうね、普通に考えれば。さあ岡田君がどれぐらいいけるのか分かんないですけども、さあここで、さあデゲシュ、スーピー側、スーピー側デゲシュ、さあ関西の竜王の青背負っている、関西ナンバーワン竜と言って差し支えないと思います。数えている、数えていない関西勢、関西勢は攻略が甘いです、数えておりません。さあ上から
あ、これはもう最後に勝てばいいんです。そういうことです。近未来のブースボクシングのようなね、関西のセットプレーね。まあね、セットプレーを突き詰めるという考え方、関西に薄いんでね。弱いわけではない。昇竜拳太さはね、あるんでね。さあ、ツビ取れない。取った。あ、さすがに。まあ、らしさは出してますね。まあ、やっぱり正統派なんでね。うまい。これは苦しいか。うまい。さあ、ゲージ溜まって、あっと、あ、受け身がない。これはきつい。竜巻らしくなってきた。おわーっと、今ね、空達打ってましたよ、あの人。アントビじゃなかったね。らしい、らしい。さあ、一気にきつくなった NK 流。ただね、確かフォックスかなんかの勝ってましたよね、トムザさん。うん、私の記憶は確かな。うまい、うまい。ダブルに刺さって、そうですね、このまま抜かせるわけにはいかないですからね。投げて、受け身。さあ、頑張っているが、サーカスチャリはしてはいますが、うまい、はい、が、まだこれは、あー、あー、拾えない。投げて、さあ、デビリバで投げて、あ、受け身がない。これは、あ、あー、さあ、とりあえずまくった。さあ、これは誰が行く。長州さんが座りますか。ちゃんちゃんことか言ってたぞ、ね、おい、ちゃんとリスケプトしろよ、年長者を。今日は子供の日ですよ。敬老の日じゃありませんよ。なぜか龍に監督があってまあ、黄色いちゃんちゃんこ出た。さあ、垂直読んでいる。投げて、投げて、相打ちは、あっと、踏んで、中くらい、投げ返して、竜巻、おお、打ったリバサ。これは使わされた。ちょっとしんどいか。あー、これはさあ、波動拳、アコはいいのないっすね。飛びも中途半端な場合だし。さあ、見てか、あーっと、これはできないが、それでも、ピオレー。さあ、めくりがスカっている。竜巻が多い。使えるんかね、あれ。さあ、掴んで投げ返して、あ、痛い。これはどうだ。
さん、やりたい代々入って長州さん勝利。子供の日でも活躍しているのはベテランプレイヤー。さあ大将クスモンド、剣戦はかなりやってるはず。4枚抜きが必須ですか。ケンダルシムチュンリー、あと誰だっけ、ごめんね、ガイルか。さあいつもの柏手を打ってクスモンド出撃。開幕ジャグチュン、さあ上見ている。さあ仕込み、まあ失敗しましたけど仕込みですね。結果オーライ。上は出る。出ますね、あ、まあまあまあ、でもだいぶ体力差があるので。あーミスった。さあちょっと百裂が出ていないクスモンド。さあ上は出る。上はかなり見てます。鉄砲戦、地上戦やるとして上だけ見てるんですよね。あーなんだ今の。あーおいちょー、削って削って。さあこれはきついか。さあ殺しに行く。あっと見てから撃っていく。撃っていく、撃っていく。さあ、あのけ、さあ、最後は百貫の方か、なるほどね。そうね。いやさあ、これはさあ、これはきつそう。相打ちて、さあまずは1枚抜いた。今あの打ち上げの、受付はをやってるんで、参加される方は、受付の方行ってみてください。行ってください。さあヒデチュンに、さあヒデが出てきましたね。昨日はヒデが勝ったのかな。そうですね、やはり。ヒデは最近本田さん相当気合入ってるみたいなんで、ね、余計なこと一切しないのが正しいです。さあしかし端まで行ったぞ。これは本田が悪くない流れ。あーこれはちょっとチュンリー側がいいかな。あーよし、うーっ、あのテンションが当たり出すとね。あー暴れてしまった。アコはガードしかないんだよな。さあ空中ヒット。あこれは一気にきつくなった。さあこのカードね、まあ、昨日のザギさんではないですが、特にねゲージ溜まってもやることないんですよね実は。あーこれは罪かな。アクラこれは絶望。中足勝ち上がりは動物落とし。では続いて新人類とグッチ会。新人類とグッチ会、あ打ち上げ参加の方は、入り口で、はい、はい、受付しておりますので、はい、グッチ会の先方がグッチ流に対して新人類は 1P2P 紫さん試合です。ない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 。さあ正真正銘の一発勝負ですよ。さあまだ決めて決めといて、波
さあ相手は龍です。選べるから選べる。ワンピース B も選べるし先方も選べるから。いるいる、後ろにいる、そこにいるよ、そこにいるよ、目の前にいるよ。とりあえず 1P2P ぐらい決めてほしいな。この場でね、ちょっとね、あの鷹の爪さん、水宮くん、オペマイさん、オヌチョさん、オロナインさん、ウサマニアさん、ハルさん、紫、クマダルさん、ジェネさん、ナイバさんからお土産をいただいております。はい、ありがとうございます。はい、決まった。マキリケンとグッチリュウかな。ケン対リュウ、なかなかいい組み合わせですね。さあ、そうですね、いつもやってる組み合わせですね。さあ、しかしリュウを見てからケンを当ててくるとはなかなか熱いですね。さっしかし、グッチ界の投手グッチが伸び伸びとやっている感じ。冴えてますね、やっぱ K の投げ返しが強いと。さあ、この前あった チームも溜まっている。あー、あー、さあ大パン連覇のところミスったんですが、波動ガッサス恐竜ですね。さあ、上は見ている。さあ、大集。さあ、マキリがちょっとリズムをつかんできたか。さあ、しかしグッチはゲージをひたすら貯める。中足ファイヤー、上が出て出ない。さあ、新人類は誰が行く。アラバマバイソン。まあ、紫フジモンの影に隠れがちですが、まあこのバイソンがいるからチーム安定してると言っても過言ではないぐらいの仕事をしてます。光りまくってるだろ。光りまくってるね。我慢強いところもすごいしね。さあ投げて、さあ確定ですね今のは。おわ、強気。いる。バリエーションが多いですよね、アラママさんは。非常に。さあ、シンクが溜まっているので、打ってく。まあ、ダイヤ小さくなるからね、あそこ。まあね、ダイゴスからなんか卓に行きたい感じですよね。さあ、もうゲージが溜まっている。さあ、なんとか逃げてゲージを溜めるが、穴掘りから台足前飛んで。しかし、グッチ本当上に来てますね。さあ、今のはちょっとよくわからない発動でしたが、強気。これはヘッドで終わりですね。はい、突き軽減しなかったら当たるタイミングですよ。ああ、そういうことなんですかね。え、さあ出てくるのは鈴木ザンギエフっぽいですが、リュウが止まったが、悩んでますね。さあ、参謀っぽいハナシーさんがいろいろ。あ、違うのか。あ、そうか。ややこしいっすね。おっと、ギリギリ間に合った。いや、鈴木さんですね。いますよ。あ、そうか、2抜けか。ラウンド1、はい。さっき
配信してみたからいるわけねえなと思ったけど、いますよ。さあ、おわおわ言いまくってます。しかし1回でもボケたら終わるのがこの組み合わせだね。あっ、こっからのクレイジーしかないんでね、苦しいっすよ。怪しい、意外な選択肢でしたね。死んでますけどね。まあアンガーザに来ると思うよねってのはあるけど、ただまあガードしても美味しいんかね、あのダイヤシは。さあここまでは先ほどと同じ流れ。体力を減らしきらないと。あ、どうだ、噛んで出なかった。あー、狙ってきましたね、バグダップを。ここはバイソン用兵器が機能した感じ。そうですね。さあ声もんじゃないっすかね、やはりキャラ的には。さあ一進一退といった感じ。さあ青木、あ、なんかすげえ悩んだぞ。どうすんだこれ。時間がないぞ、時間がないぞ。どうする、紫が行くんだ。ああ、コエモンは川島用に取っておくらしい。まあ軍勢と散々やってっから自信あーっと言っている間に、ちょっと手癖が違うだけでも。まあそうなんですよね。なんかあれ、これはしかし体力差がいくらなんでも。うまっ、あるのか。さあ体力的に微妙になった。そうですね。さあどうだ、時間は。ただリードしてるのはまだ残儀なので、紫は行かなくちゃいけない。コパン、コパン逃げに対してコパン届くんですね、あれ。すごいね。さあ、ダイエット作る。あー、これは逃げた。めくったのはどうかという感じですかね、今の。やっぱ残忍ステージ早いんでね。まあ、とりあえずゲージは当たったんで。さあ、オーバー刺さった。さあ、スパラッチ、ナイトメア。ちょっと安いが中央に逃げて、とはいえ寝たら終わるので。おっと、高田天ジャンプ中継。怖いね。でもあれもまあ感確定っぽいですけどね、今のね。怖いけどね。よくちょっとでも遅れたら終わりなわけでしょ。そう、よくできるなって感じ。それ泳いで泳いで、それだけこのカードを詰めてるという自信があるんでしょうね。さあ、あっ、あ、使って画面味が近い。ダブルに強気、押し返してミドル。あー、なんとか取り切った。これはでかいですね。でかいですね。さあ出てくるのは、話川しむ、あと誰だっけ。あ、川しむ違う。嘘情報かよ、これもう、おい。いやいや、ちゃんと確認しようよ、そこは対戦相手なんだから。さあ、身内を今ワンチャン嘘情報で紫は死ぬところだったんだぞ、これもう。大丈夫か、それ。強いからとか言ってっけど。そうですね、ここはちょっと不安のあるところかと思います。あ、投げ返しで。
あーこれは反応できない。投げ、なんかすごいヘッドプレスでしたが、おー引っかかった。しかしゲージが溜まっているので投げ返して、うまい。さあ残るは金子がいる沼バイソン。バイソンっすかねえ、普通に考えれば。さあ結構悩んでる。さあどっちが出る。まだ悩んでいる、まだ悩んでいる。時間、キャラ決まっちゃうよ。決めらんなかったら相手に決められっかんね。金子ガイルが出ます。ちょっと意外な感じではありますが、裏剣と、さあ前飛んでく、思い切りがいいですね。ソニック打つ前ぐらいに飛んでましたよ今。まあ立ってるからまあいいやってやつなんですかね、ガイルが。これはしかし見えないと、あっあっとっと、あっと、ちょっとヘッドプレスの対処が難しいですかね、やっぱあれ。さあ大将沼バイソン、投げピオレ。さあ紫がかなりの仕上がり。さあ投げは入らない方、中圧最高、火力は高い。これはかなり、おっと暴れていく。いやーこれ苦しそう。あっと、すかしてはいるが状況が好転しない沼。チュパン目押したが、うっ、さあいいとこまで来た。さあ逆って、これは削り入れてきますね。今のはナイトメアさすがに溜まってないのかな。痛い、チュパンめっちゃ押した。あ投げ返し、これはうお、うまい、うめちゃくちゃうまくない今の振り向きクレイジー、やば。後ろ前後ろで出るのかね。さあ誰から行くかという話ですが、さあフジモン
さあ今安定度で言えば全国で3本の指には入ると思います、この男。まあ成績のスター杯でもね優勝してますからね。はい、まあ、個人戦では今一番と言っても過言ではないでしょう。はい、しかしこれは団体戦です。さあ引っかかって投げて得意ですね。関西の DJ スカイがフジモンの試合を見てようやく DJ 有利だってことに納得したらしいという。ああいうのもね、やっぱりバイソン美味しくないですからね、空中で落としたとしても。さあ、おわおわ、さあ、つかんで一気に体力なくなった。いって、さあ、沼さんが取り返して、さあ、このまま終わってるわけにはいかないですからね。さあ、ちょっと、あ、これはどうだ、相打ちは、さあ、差し込みがうまい、これはあっと、あーさあ、マシンが決まって、今のは新人類、まあ、リバサミスですかね、めくりでもないから。あ、わかんないんだ、マジか、わかりづらいやつってこと。いやー、飛んでるときはわかんねえみたいなやつ。バイソンは分かりづらくて一回こけたら終わるからっていうので、うん、まあまあまあ一応 DJ 有利っていう話になってる。さあ、その次はフジモン反対ガムシャラジャパンですね。またこの組み合わせですか。まあそうですね、さっき意外とワンチャン危なかったっすからね。さあ、そして2位抜けのガムシャラジャパンは先方は闘魂チュンリー、闘魂さんですね。はい、フジモンハン先方と 1P2P 選べるから、選べるんで 2P で先方、僕 2P で先方オペマイ。はい、じゃあ東郷さん座って、はい、始めてください。さあ、フジモンハン対ガムシャラジャパン、さあオペマイが先方に出てきましたね。この2チーム同じブロックでやってましたからね、一番のデスブロックといっても過言ではなかったんですけど、これはあれですか、先々を見越してお手前も温めとこう的な話。まあ、それはあるんじゃないですか。やはりちょっと余裕があるね。あ、団体戦においてね、キーポイントとなるキャラクターがね、何体もいますからね。フジモンハンの方は、さあ、お手前が、さあ、闘魂さんのガムシャラアタックが通用するか。ガムシャラやろうと思ったりすると、オペマイは結構その上の方で詰めなくて、避けるのが上手いね。さあ、圧倒しているオペマイ。あとはなんだかんだでオペマイの、その投げ返し能力の高さ、まあ、相当やばい。なおっと、今のはちょっと変わった変なタイミングになりましたが、さあこのラウンドは闘魂さんがかなりいい感じ、投げ返し、あ、三角飛び、これはミスったんだが、あっと、わかんない。さあ落として、こっからですね、次食らうとチュンリーも死にます。あ、三角飛び、さあなんかめっちゃ三角飛びしてますけど、狙ってるんすかね。チュンリーもね、その持続入力あるから裏落ちバルセロナとか使えないはずなんだけどね。さあ出てくるのは、さあ中堅ですね。さあ、このところの大会ではバルを倒してる人がすごい強いですけど、さあ痛い、さあとりあえず我慢我慢、テラテラ、
さあ、オペ前が手堅い。手堅いですね。スライディングしか打ってねえ。あと、スカッターが。テラーテラー、いって。まあ、当然重ねないよねっていう。あっと、とっとですが下げ返し、うまいよね。まあここもね、怖く時間の頃考えたら勝利打てないもんね。歩き投げ、歩き投げ、なんかお互い技が使った。振り向きテラー。さあこのリーチに対してくぐり投げ、引っ掛けて投げ返し。さあそうなると誰が出ていく。さあバイパーさんですね。ここでフォークが出なきゃいけないってのは厳しいですね。もう魔王は大将固定なのかな。さあバイパーさんがそうですね。テラテラ。お、重ねたね。立ち合い系。さあ、だいぶ。上を見ている本当に。さあこれはあと投げに行ったな。今投げに行きましたね。さあ投げに対してスラーを出しましたね。さあさあ3人抜き、そして出てくるのは店長。さあ早いステージでバルログとはなかなかきついですね。まあそうですね。ただまあバルログも攻められた時はしんどいはずなので、なんとかターンを取りたいところ。キュータス絡みとかで、まあ、やられると結構嫌ですね。さあ半分ぐらい減ってる。飛び越しチューチュー。ここはまだ真空使えない。あーっとめくりと見せかけて、おぉ、やる。お、どうだ、テラーテラー。おぉ、まだある。あー今前ジャンプだったよね、多分。おっとっと、投げて投げてピオルンだ。さあオペ前4盾。さあ魔王の孤独な戦いが始まる。さあフジモンが魔王を応援する。予選でも見た光景です。すごいことになってますが、バルタル以上に上取った方が勝ちみたいな。なんか P 勝ち、P 勝ち、なんかもう読み合いがよくわかんないですけど早出しするとしゃがんでると技が当たんないみたいな感じなのかね。あの勝ちだとジャンプ中だけで落とされるっていう。痛い。お、なんで、なんで今テラなんか投げー。さあ強引にも
さあ異次元の速さ、さあこっからどういくか。まあ黒岩さんですよね。黒岩さんですね。常々本田戦がちょっとと言ってるイメージのある真央さん、逆に言うとここ勝てれば見えてきますが、まあでもヨン様のエッサガットとタマちゃんのバイトンと、そうですよね。何にせよまずこの黒岩さんというところでしょう。はい、まあ早出し、あの転んだ後に分かるっていうね、あのまあ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 最近マオはそのタッチューに行くというね、マオを覚えた覚えた。転んだの突きがね、面白いよね。アイウチすら何年か。あっとペラペラ。さあここはダウン取ったが、体力リードしてるから相当、まあ無双もあるんでね、相当が強いんだよね、この組み合わせ。あっとこれは厳しそう。あっとあるか、髪を消したところでね、鬼武道は下がってるんだよね。うーわなんかうさんくさい投げでしたが、表いってますが、さあすごいな、40秒ぐらいずっとひょうひょういってたイメージですけど、地上戦って何それみたいな。まあただバルロが相手はバルロが相手の、その特別、さあさっき魔王を止めたタマちゃんが出てきました。さあ俺の見せ所だと言わんばかり。腕力でいったらね、魔王もそうだけど、やっぱタマちゃんの腕力はね、まあ大会では毎度毎度見せていただいて、そうですね。さあ一回ゆっくりできますね、やっぱタッチストレート、うまっ。あっと、あ、お互いちょっとアントミミスってますが、さあこれはさすがに、おお、タッチシューズめ、歩いて中攻めとかなかなか怖いことしますね。まあ下グラウンドとか来たらね、怖いですけど。ダッパー待っている。さあ、あーきっちりテラー、勇気いる方法なんですけど、あれはさあ投げ返しもうまい。あー投げにいく、腕力では魔王の方が上だったか。さあ4代目ここですよね。まあ逆クレジット、まあでも逆にね、大将博士のコースは正解はある。確かにね、のびのび4代目にやってもらった方がいいのと、 いくらキャラ勝ちしてるとはいえ、最後の1人はね逆にプレッシャーかかるから。さあ、エッサガットでも相当強かったのに、差がになりますからね。さあ、これ、きつそう、あった、確定か、あれ、投げて、受け身はないからね、投げて、減らないが、あどうだ、当たらない、死なない、ハイクローもあるぞ、あダイヤパカ。今バック転出なかったっすね、レンガかな、抜き直る。ああいう状況出るんですよ、下がった時でも出してますからね。さあピオリソー上、おお冷静、これはあーかすった、あるか、あー見越していた、激墜撃墜されました。魔王迎撃ミサイルすごいね、ダイヤパガで撃墜されました。パイクホーカー、さあそしてじゃあ次は、いやー玉ちゃんが気持ちよさそうです。じゃあ次頼む対長野 TRF、 長野 TRF 先方は廃人竜ですが、
頼むは誰を出すのかな。さあ、ワンピーツーピー、ワンピーツーピー頼む、頼む、ワンピーツーピーどっち頼む。小高、小高のチーム、小高翔哲。はい、負けた、終わったチームは1回出て、ワンピーツーピーどっち。ラッキー、頼む、ツーピー、頼む、ツーピー。そして廃人に対して誰が行く。ありがとうございます。さあ、想像フェイロンが行くんだ。なんかあの、かぶせないんだよね、みんな。よくわかんないけど。チームオーダーがよくわかりません。遅らせ、基本ヒート確認が多いんですよね、このとこ。まあ、器用ですよ。さあ、勝利で勝てる。遅らせに割り勝利。ああ、しかし、あ、食らった。何をやろうとしたんだろうか。三段見えてますね。投げかし、投げかし、てか暗い投げ、ええ。これはどうだ、シンクも溜まったぞ。溜まったから、まあ、あ、あれ運がいいな。大会でのお手手プルプル勢か。ちょっとプルって、あのジャイアンさん、ちょっと控えてもらえんと。煽りはあんま良くないから。さあ、赤ブラさんですね。さあ、さあ、もうなんか分からないですね、もうキャラの当て方が。だからね、まあホークはやっぱジョーカーだから取っときたいってことなんだろう。さあ、ピオラナイが減った。大昇龍いきなり五分になったが、あ、投げてる、すごいですね。確定か今の。おお、立ち中継。さあ、上は出ている。大昇龍乗ってる、廃人。さあ、シンク見てから。さあ、中村さんはないんじゃない、いくらなんでも、いくらなんでもないんじゃない。さあ、小高。まあね、ダルシムいるんで、ガイルは使っとけの精神でしょう。さあ、小高少年、はい、今日は現行で有名ですが、一応がほとんど。そうですね。さあ、投げる、うまい。飛び出させてますね。さあ、リバースピン。あ、今のは勝利間に合ったと思うんですが、ちょっと飲まれたか。相打ちか、圧倒的小高ペース。じわじわタイム、スタブ、タブ多分オフだと痛いところだな。伝説のプレイヤーですね。さあ、開幕前歩き、中ゴスピオルぞ、これ。ピオルよね、はいはい。中ゴスタッチくらいって確か感覚、そう、クラッタが有利、下手したら感覚とか投げがは確定するんですけど。さあ、竜巻は許さず。
小言すごいな。大足コサ小高ペース、これはきつそう。相打ち飛び、さあここは悩むことなくジャイアンが来ますね。さあ楽しみ来た。さあとはいえダイダルは結構ねブランク長いんでね。まあとはいえだいぶやってますからね最近。まあ有利な組み合わせといえこの方が相当やってるはず。ただコタカも昔と比べてだいぶダルシムさん上手くなったんですが、ただまあやっぱキャラ差がねあるのでね。さっき機械対ジャイアンを見るとまあなんだかんだ機械は頑張ったんですけどジャイ勝つみたいな感じでしたが、うまい。さあ、あーっとジャイアンファイヤー強気なやつ。あれね3段食らうんですけど打つんですよねジャイアンは。さあ微妙な体力差、打つらしいっすね。まだっと時間がない。さあまあ無情にも空振る。まあだいぶいいとこまで行ってんすけどね。まあ最後はって感じですよね。さあダウンを取ったので台形、これはちょっと痛いか。さあ今のはねシャガパンを誘っての台足だったんですが、あっ食らってどうだこれ微妙。飛び蹴り、あそこで打つのがジャイアン。しかし飛んでいた。さあよく打つな、こ3段で死ぬとこなんですけど打ちますねらしい。さあ今のは弱なんちゃらかんちゃら。さあサイドマジック、ここでキャラ差が出てきた。これはもう作業モード、あーテクセ。さすがにね、さすがに2回はないよね。まあダブルじゃなくてダブル出ないのかあれは、よかったなって感じですね。ダブルでもアクトリやったら全然、いや正面からだった。あ、まあ、微妙か、微妙だね。さあまあ焼き鳥さんか中村さん、まあ中村さんかね。まあ中野キャミーもいるんで、そうですね、焼き鳥さんからですね。さあ、画面終わり。ちょっとこの台足が、あー終わった。さあ、テレポが出るかな、出ないかね。お疲れ様でした。まあ開幕2回読み負けたんでね、しゃあないです。あー危なかった。あー危ない、ピヨンなくてよかったな今。これはそうですね、でコンドル確定。あーピヨった、投げですね。ちょっと強気に行き過ぎたかな、難しいところ。さあ開幕の読みは熱いぞ。ドットの差ですよね。さあ火力が、あーこれはやっちまったーですよね。まあしょうがないかな、ジャイアンガイル殺したんで仕事はしたでしょう。そしてあとは本田とキャミーとチュンリー、チュンリー、まあだから中村さんもね、ワンチャン負けても
焼き鳥さんが負けても狙いに行ける感じは残ったよね。中野キャミさっき X のフォークはしょったけど S だとどうかというところですね。弾覚が強い。強いですね。中盤とかね。多分ね、タッチ中盤を押してると思うんですけど、長野キャミ負けてるんですよね、多分。あっ、このモードに、おっとキャノンちゃんと出した。あー、ビオラライがかなり体力差ついた。うまい。これはおっと中足。無理にスパコにはいかない。まあ自然に死んでくれるのを待つような感じですね。大石さあかけてく、ちょっと強引に行って、さあもう一回かけてく、こっからさあ体力差が、さあめくりが見えないと死ぬが、さあもう待ちかな。三角、これさあピロシですよね。まあ普通はさあ恐ろしいですね、焼き鳥 S フォークは。もう絶対嫌ですよ。爆弾処理そのもの。鈴木爆発みたいな感じ。さあ、あ、ああ爆発するのか。さあ、ジャッパーを、さあ、あの三角が相当遠しい。暗いで判定がないんじゃないか説がワンチャンあるぐらい強いですからね。さあ、体力は若干焼き鳥リードか、削りに行けないですもんね、怖くて。うっと回している、これはに逃げですね、逃げ。いやーもうどうしようもないですね。珍しくトマホーグ打った、同時入撃ミス。さあこれは確定ですね。そうですね、出足、おっとちょっと不用意にいった、仕込んでいる、これはきついぞ。回したー、さあ大将セオチュンリー、今のはなんか意表をついて奥攻めに行ったんですかね、ちょっとよく分からなかったですが、難しいところ。さあ引っかかった、さあ空ぐらいにして逃れたものの体力差がやばいですね。これはしっかりなんかもう没頭見てるかのようなこの機械的な、あのコパンがもう人間極まるとこうなるんだみたいな怖さを感じますが、あっと今のはガードが入らなかったのか、着地トマホーを入れてたのかちょっとわかんないですが、食らってました。
さあ、あ、引っかかって、まだ、あーあー、これはまずい、あーミスった、あーはいはい、あーどうだ、こういう時が人間力が問われる。さあ今鼻をかいてる余裕がある焼き鳥ホーク。でも迂闊にいけねえしな。どうする、確定、下がってガードして、まあ冷静でしたね。さあ中村ホンダ大将戦、クレジットを入れてください。さあクレジット入れることないんだからね。まあそうですね、これだけすごいね、これ。さあ中村さんが荒らしていくのか普通にいくのか。あーでもセオチュンリーのホンダ戦は相当ヤバいですよ。うおテンション、ぶっちりテンションなかなかない。このキレスはね、先月パスあたりでいいやっていう割り切りとかね。これは完全だ。さあこっからです、ピョーらない、どうだ、戦列溜まって、これは今体力はわずかにチュンリーですか。こうなるときついですね、本田行かなきゃいけないんで、時間だけが今カラジャン王以上でしょうね、おそらくジャンプ台形を押すか悩むところ。まあ落とされちゃうわ、落とされる。まあ今のはね、当たりはまあ勝つだろう、なんだろう負けなんで。さあ、体を置いて、あーっと、背中に逃げる、ハメをしくじった、なんか大パン出してましたね。さあ体力的にはかなり中央本田がリードしてますが、これは全然セーフティーじゃないです。でごまかしていきたいところなんですけど、これはまあしょうがない。さあ時間がまだ確定、厳しいか、勝ったのは中野 TRF。 さあ決勝トーナメント第、さあ準決勝ですね。動物落としと、新人類は1位同士なので先方の申告がありますね。あとじゃんけんもあります、はい、さあ焼き鳥さん 99% 勝あった勝利を逃してしまった。背中蹴り出てましたからね。そうね、いやね、割り切り背中蹴りは強いんだ。まあね、一振れ浮きは汚い。飛車で技重ねてさらにねっていう感じになるんで、動物落とし試合ですよ。え、なんかさっき1って噂を聞いたんだけど、4、1はないさすがに。ただその何、小技暴れと似たようなもんで、最初から入れ込んでるとその4、そう4までの間にちゃんとね重ねておかないといけないから。バックジャンプよりはじゃあ遅いの。まあダルシムやベガのバックジャンプよりは遅いんだ。けど十分だろ。まあ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 、え、チュンリーとかのバックジャンプって4より遅いの。なんだっけな、でも3だったような気がするな。まあでしょ、だったらレバー難しいやつよりバックジャンプで。ああまあバックジャンプはあれか、頬に負けるからダメなのか。背中蹴りなんてさ、うん、要はガードさせたら完全攻守交代。まあまあ確かにね、そこは1フレ犠牲にしても狙う価値はあると。全然ある。特にこのゲームにおいて何一番強いと言われるのは歩き投げに対して超有効だから。まあ確かに。さあ先方は決まったかな。さあセロテープさんに申告の方をお願いします。あとまあ打ち上げの件はみんな参加される方はあそのカウンターの方までお願いします。
お、ずいぶん集まってんね。あ、バツなんだ。はい、私も打ち上げ出ますよ。お酒飲めないけどバイクなんでね。さあ、じゃあ動物落としたい新人類。新人類はまあはっきり動物落としはカワシ。さあ、カワシム対マキリ、ケンダル。さあ、ブシャルジャパンの呪縛を逃れたカワシムだ。開幕立ち台パン。だから新人類、まあ、紫とか、あとダルシム戦うまいフジモンとかいるから先使っとくはあるかな。フジモンに当てたいっていうのあると思うんだけど、今んところ勝ち越してるのは博士だけらしいからな、ダルシムで。さあ、ちょっと、ま、戸惑ってる感じ。ダイスラーを先読みで打ってくるダルシム、これは怖い。さあ、掴んだテレシム。冷静、冷静だった。冷静に返していく。さあ、アダムパスマットエモン紫フジモン。さあ、川島さんが珍しく煽っている。珍しく川島さんが煽っている、はい、ちょっと驚いた。珍しいっすね。マジで中金取られてニコニコしたらやべえだろ。さあ、まずは負けにいっている。さあ、紫が出る。紫だ、ね、もう総力戦って感じですか。まあ、昔はダルシム戦ちょっと苦手っぽかったんですが、今はもうだいぶ克服して、まあハメはね、どんなベガでもきついんで、その立ち回りの部分が劇的に改善されたイメージがあります。さあ、削りがなんかね、すげえんだ。なんかね、一生ベガ攻めて一生、なんかよくわかんないけど。これはさあ、これね、ファイアスをあーで、こうなるしね、っていう、何もできなかったっていうね。なんで自分から固めに行った方がいいんですが、投げて裏ホバーはいかず。しかし、これはダルシムペース。あ、これは壊しから投げがいかない。さあ、しかしまだゲージがあるのでわからんぞ。これはうまテレシム。あ、ガードした。ガードしちゃやべえ。今、端端から大最後よく言ったな。確かに。なんかよく分かんなかったな、最後。さあ、そして、ドームソードスカーの中堅は、あれ、日本は。さあ、長州さん。長州さんですね。まあ、県戦は、まあ、関西では相当やってるので。そうですね。また、ベガも関東には結構いるので。お互い実力出るんじゃないか、このカード。長州さんはあの玉払いやるんでる時とかに上見てるような感じの始まりです。さあ、掴んで、掴んで、さあ、タッチ中継。さあ、ミドル、ミドル。さあ、ナイトメア溜まって、さあ、カニカニ投げ減った。減りましたね。さあ、上から飛んでいく。
れるの剣としてはね、ハブの出来はそんな強くないんだね。おお、遅らせ、うまい。ピオ、ピオらない。コンボ精度だけで負けちょる。さあ、投げ。あー、ごまかした。これが年の子、俺より年下だけど。さあ、村さんもね、パイパン来ると思って中身中キックも用意してんだけど、中キックで飛んでくるんだよね、長州さん。まあ下にも強いと。うまい。ごまかした。さあ、長州ペースか。最高一文字ですよね、これ。あっと、おっと、うぅ、どうだ、どうだ。あー、おじいちゃん、あれは波動拳なの。波動拳じゃないかな。大足、大足がボタンが違った系か。なるほど。あの、たまにあるんですよね、試合が入りすぎて上のボタンを押しちゃったってパターンですね。大足だったらしいっす。だからしゃがみアッパーなのね。まあ俺もたまにあれなるんで分かります。だからね、ブラストンが一気に処理するよ。強く押してるとね、インフェルノがブラストに化けるんですわ。さあ、機械さん、機械さん、さあ、いつの話だよ。まあね、なんか指が殺して調子に乗ってたから、まあ、サマーあるんじゃないですか、これ。さあ、褒められて伸びる子、機械。さあ、できる子、機械。うまい、はい、痛い、痛い。ダメージ、ダメージ負けはしているが、立ち回りは悪くない。いって、うー、見てから。あー、三段。さあ、しかし村笠は涼しい顔。まあまあ、そんなこともあるかぐらいの感じですか。逃げそば。チームメイトが相当褒めてますね。そうです、機械は褒めないとダメなんです。さあ、これはダウン、ダメージが。さあ、投げて、あ、出なかった、出なかった。これは投げ、投げかよ、おい。紫の連続技じゃないんだ今の。機械さんもそこは投げ返しを入れてほしかった。あー、やばいやばいやばい、これはやばい。あ、ピア受け身ない。ピオンなかったね。ピオンなかったけど、これ体力差が。さあ、もうチームメイトが褒めてくれない、厳しい。さあ、小山が褒めてる。なぜかこれはね、なんか、なんか引っかかってダウンしてくれって感じでしょうけど、絶対それだけはやらないという。うまい、かっ、あボケてめくり返し、あ、おいおい。気持ちよくなりたかった。楽になりたい様出ましたね。わかるよ、わかるけどね。いや、もうきついんだってっていうやつですよ。きついんだってってやつなら分かるよ。いい加減楽にしたい、楽になりたい様ね。さあ、そして天然と岩あたりや、そうそう、当たりはワンチャンあるぞみたいな様でしょ。さあ、終わっちゃったよ。さあ、川又、川又、いやー、機械さんらしい負けでよかったですね。さあ、川又、ここで止めないとねというところでしょうね。そうですね、投げてピオラないが、ダブルに強気。あ、おっとっと、投げ、うまい、あっと拾えない。お、しょ、昇竜かよ、強気。2発目拾ってたらね、だいぶ違ったと思うんですけど、投げて、川又君も割り切ってますね、かなり。さあ、こっから2択、おっと、ちょっと早すぎたか。さあ、紫にも焦りが見えますね、若干。さあ、どうだ、
かわせはしたが、リードしてるのはリードですからね。ああ、タチ K の戻りに波動拳。これはお見事。さあここで出てくるのはアラバマ。まあやっぱりこの川端さえなんとかしてしまえば感はありますからね。チュンリーに対してはやっぱこういうもんとか、あとまあ DJ も全然ねいけなくはないんで、やっぱ竜はきついと。うお勝利マジか。掴む、お互いも強気ですねこれ。強気めり込みターンからの掴み、はい、さあまあガンガンいってますよこれ。うまい、冷静、見るとか見てる、うまい、うまい。なんだこの戦い、レベルが高い。中ゴス片目がうまっ見てから、これ確定ですね。投げ返しクレジがたまったが、うぅ真空今のヘッド来たらね、わかんないからね、かなりリスクはあります。いやもう一撃必殺感が半端ない。痛い、うまい、かくったかこれ。やーる見事ですねこの。さあさあ、しきさん見てますかと。さあ師匠に告げる、死んでないからねしきさんは。けんさんも見てますか。さあさっきがすごくなってきましたね、なんかすごい。あーひでえ。さあ最初引っ張り出したね。開幕機構押し返して、もっと中盤で落としたな。おお、ピヨって、あ、おっとっとわーっと、ヘッド、アタックヘッドにしてみたいですね。背中蹴りじゃないんだ。おっと、これはどうだこれ。おお、つかみ、テンション、割り切り、テンション割り切りすぎだろあれ。あれが嫌なんだって。100列暴れ、とにかく強い技を出す基本です。さあ、カット今クレジチャンスだ。あれは持っている、うまい。さあ投げた。さあ、コエモンとフジモン待っている。さあ、まずはフジモン。うまい、うっちよし、投げ強気、行くとこは行くよと。あっ、うまい、ゲン投げ返し。さあ光ったら終わってる場面ですからね。よく投げ返しましたね。まあ投げ返しは光ったの見てからワンチャンガードできること多いですけど、まあ、それにしてもというところ。大体球場の空振ってる絵面が見えるからね。あっと、まあ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 、さあこれは
ッセラが、おっとガード方向が投げ、うん、さあこれは飛び越しが許さなかったが、時間がだんだん減ってきて体力差もあるので、これはさすがに苦しそう。あまあ、リードすればやっぱり DJ が相当きつそうですね。ゲン、うっさあ、ついに飛んだ。これはもうゲージ稼いで、あと大剣、あっと電車出なかった。あ、飛び越し、これは冷静、背中蹴り、行かない、お互い行かない。さあどうだ、これ光らない。うえっと、こけて、うぅ、怖い。どうだこれ、垂直リードしてた順に削って、時間が立っていたのはヒデ。かっこいいっすねヒデ。今日不調だったんですけど、ここに来て大仕事をやってのけております。さあ大将戦だよね。あ、昨日だっけ不調だったの。今日はいいのか。さあ、小江門対ヒデ、散々やったことでしょ、この2人。まあ、俺お酒いたからいいな。さあ、どうなんですかね。さあ、こういう、うわ、歩き投げ。なんかもう気持ちの戦いになってる感じ。さあ、対空見えてる、押し出し、さあ、暴れ。あ、これは中限確定。さらにさあ、ヒデがこのまま勝ち切ってしまうのか。はい、さあさあ、お互いゲージを溜めて、くぐってゲージが立って、これはチュンリー有利な状態。投げる、強気。あっ、入って、おお、狙ってる、転生、背中削って、投げったのは動物落とし。ガムりました、いいガムり出た。まあ、通るよね。いや、勝ったのは動物落とし。さあ、じゃあ次の試合、準決勝第2試合いきますか。フジモン班と長野 TRF。中野 TRF は先方申告なんで、さあ廃人に対してフジモンハンは誰を当ててくるかと、プラス 1P2P 選べますよ、選べますからね。はい、終わったチームはすいませんが、はけていただけますかね、申し訳ないですが。たまちゃん試合だよ、たましまさん、たまちゃん、たまちゃん試合、はい、先方と、先方誰と 2P、 はい、廃人理由決まってるから、え、どっち、どっち、タマちゃんでいいの。はい、じゃあタマシマ対廃人でスタートです。あ、いいよ、始めて始めて。さあ、優に対してカイさん、ああ、これは一応かぶってる感じですね。まだね、今日の配信くん、まあなんかね、必ず一回は大仕事してるよね、勝つ、勝ち上がり。あと、しかし相手は百戦錬磨だ。おお、竜巻、くらいつかみはモア勢の得意技。さあ強気、お互い強気だが、こういうところが冷静さがあるのは長年の経験の差ですよね、年金ありますね。
早い。いや、箱だったから。なるほど。お、昇竜でも中ヘッドだったんだろうな、負けたということは。スカーだから連続技っぽく掴んだけど、これはまだ削れ。お、投げうまい。今、あー、いい打ち。悪くはないんですけどね。2回打ちますか。さあ、ここは何を、ジャイかな。さあ、誰が出ていくか。さあ、あ、でもね、ホンダもあるしね、ここ難しいんですよ。難しいね。まあキャミーも使っとけはあるんだよね、一応キャミーが多分使える相手がいないでしょう。だから多分、あ、背負おう。もうキャミーは多分ダルシムに対して、ダルシムってことか。さあもう総力戦、いきなり主力を切ってきましたね。なるほど。でチュンリーは4代目を出すためにもう使っていいと。が、たまちゃんがうまい。う、中足。さあ、テンション、うまいね。さあ、ゲージがたまって、あ、大事。これはーー投げて、だ、掴んだ。中弦出ない、繋がらないが、さあ、うわー、削り、背中蹴りから削りですよね。まあこれはしょうがない。きっちりしてますね。さあこれはチュキが投げる、ゲージを貯めて、うまい。あっ、見てからスライムに投げー。これは強い、相手がうまかった。さあそして出てくるのはオペマイ、4代目じゃなかったですね。まあ、バールログ、ダメなら4代目ってことですかね。まあ、博士はとにかく守るって感じじゃないですか。はい、さあ、このチュンリー、まあ、昔は竜使いだったんですが、そのポテンシャルの高さをチュンリーというキャラでも遺憾なく発揮しております。しかし、ガード方向は分かりません。これとか関係ねえしな、これ。テンションを出すかどうかだけの問題だからな。投げ、さあ、テラー、テラーは出してく、大詰め、あっ、うわ。さあ、ここはホンダの出番だろうね。やはりキャラパワーの差がこの辺から出てきそうなんですよね。そうっすね。まあ、しかし大会で優勝するにはそれなりに無理キャラがね、なんかドラマを起こす展開ありますから。さあ、なんか転がってるだけですが、もう体力差がひどい。いやー、触れない、確定だけど、あー、強気。確定かな、今の、今の百裂の隙確定、確定、なるほど。さあ、来た、これがテーラー打ってく。さあ、おいしょ。これは落ちどころが良かったですね。
さあこれはほんな待つ形かですね。ちゃんと鬼無双が、おお、そっちか、なるほど。そう、これはね、その場しのぎはできるんだ。まだわからん。いやー、スパコンもらってしまいましたね。頭飛び越しのバルセロナをやらせないように、バックジャンプしようとしたところを、バックジャンプ中盤置いとかなきゃいけないんですけど、遅れた感じですかね。さあ、長野キャミ、さあ一気に苦しくなった TRF。 ただ魔王殺しの実績はあります、長野キャミ。なんか嘘言ったかい俺は。いやしかしオペ前が冷静、おっと一点読み。さあ投げて、うわーねー、つーな、おーうまい、あっ、うわテーラーうまい。今ね通常技打ったらキャノンに負けてたところ、うまかったですね。てかテラーとキャノンでテラ勝つんだね。これは最大痛い。さあ大将ジャイアン引っ張り出された。さあた、タマちゃん自分が終わっているからってその好き方で煽ってますけど、鼓舞するために。なるほど。さあしかしオペマンさん抜けば見えてきますけどね。今のしゃがみ詰めな。さあっと三角飛びミスってあるかこれ。うまい。ピオラない、あっと地上戦をやっている。おな、謎の、あちょっとなんか、あ、よくわかんない、よくわかんないけどジャイが取った。体力あんなになくなってますよ。さあいきなりユンピョからいったがバレている。さあこのモードは、うよく外した。今度は厳しそう。確定ですね。はい、タチシュパン何読みですかね、ちょっと分かりづらい。スラー負けると思うんだよな。おブラスト、あー今すかし投げてないですね。うまい、これはあるか。これはあっと微妙、ゴロで削って、こっから画面端なんでヒョウもちょっと難しいんですよね。インフェルノは溜まったんで微妙。マジか今の。あースカイハイクローが刺さって、まあ今のしょうがないですね。今のしゃがみ大詰めはなんか測ったかのタイミングで出ましたけど、ドリフ読み見てからやったのかな。うーん、まあ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 、わかんないですけど。さあ、じゃあ決勝ですか。ですね、動物落としと、フジモンハン。まあ一応毎度毎度ですけど、酸欠はありません。酸欠はありません。インタビューはやる、時間的に9時20分ですけど、だ大丈夫かな。あの、いや酸欠はやらない。酸欠はやらないけど、決勝進出の両チームで終電がやばいとかいう人はいないですね。大丈夫ですね。なければインタビューはやりますが、大丈夫ね。じゃあインタビューはやる、酸欠はやらない。じゃあ、じゃあ動物落としから。え、僕でいいですかね。え、こんばんは、ヒデチュンリーでーす。いや、今日の会場の熱気すごい最高ですね。僕ももともと機械さん、カーシムさんと川端さんのチームに拾ってもらって、今すっげー楽しいです。ストスがすごい楽しい。
いや、違う、あの長州さんは機械さんのスカウトで入ったから。でね、もう長州さんもね、一緒でこの5人で戦えて、俺ほんと今すっげー幸せです。だから最後も絶対勝ってやる。おい、よろしくお願いします。さあ、今乗ってるヒデからの挨拶、さあ次は、あ、そりゃ勝ってりゃ楽しいよね。まあ、全員ですよ。まあ、じゃあ次全員ですよ、チーム代表とかじゃないから。長州さん、長州さん、あんまり活躍してないですけど、ヒデと川島が今日すごい頑張ってるんで、最後ぐらいはちょっと仕事をしたいかな。まあ、仕事できる相手あんまりいないんですけどね、対象決勝の相手って。まあ、頑張りたいと思いますんで。はい、ありがとうございます。じゃあ、次が機械ちゃんいっとく。機械ちゃん、はい。まあ、ゴールデンウィークのエンジョイしたいなって組んだチームなんですけど、エンジョイしすぎてここまで来ました。まあね、あのここまで来たら欲が出るんで、まあ最後、まあゴールデンウィーク楽しかったねと言えるようにですね、このチームで優勝をもぎ取って、まあ世界の動物落としファンにも夢を与えるようなプレーで、そこ PR していく。優勝、応援よろしくお願いします。勝って全体落とし、全体エッセでも行きたいところですね。さあ、川島さん。あ、どうも川島です。なかなかですね、いいとこまでは行くんですけど、毎回決勝までは残れないっていうことが多いんで、今日は、このチームで決勝に残れたことを非常に嬉しく思っています。なんとかです、相手は強いチーム、まあうちもね、強いの何人もいるんで、なんとか勝てるように、俺もですね、なんか荒らして、頑張ろうかなと思います。どうぞ、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後、川本くん。川本くん。あ、こんばんは、川本です。今日、すごく調子がいいんで、まあ、チームメイトに今、大量すぎちゃってるんで、決勝は自分が活躍して、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、続いて、フジモンハン、たまちゃんから。たまちゃんから、いや、あの、た、あ、たまちゃんうるさいから早めがいいんだけどな。あ、どうも、オペ会です。チーム名のフジモン派のフジモンさんがなんかいないんですけど、いないっすよね。いないんですけど、フジモンさんがいないんで、フジモンさんの分まで頑張ろうかなと。君はどうでもいいんだよ。チューブ勢の力関係が垣間見えた一瞬でしたが、まあ、個人的にはあのずっと準優勝なんで、かける5もあの大会準優勝なんで、ここで負けたらもう何の意味がないんで、必ず最後勝ちます。よろしくお願いします。はい、じゃあ次はタマちゃん以外ということなんで、じゃあ黒岩さん行きますか。はい、どうも、黒岩です。まあ、チーム名フジモン班っていうチーム名で、僕もあのフジモンさんにストで2連敗してるんで、あのフジモンさん見てから僕かぶせようかなと思ったんですけど、残念ながら今フジモンさんいらっしゃらないんで、おとりあえずあの連覇できるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ次4代目か博士だけど、どっちでもいいよ。4様、4代目です。最初は、オペマイさんと組むこと決まってて、で関東とかで組んだことない人と、あー、うまいんじゃない、関東で組んだことないと人と組もうと思って黒山さんにこけたから、もう3人が決まってたん で最初博士さんと組むのはちょっとチーム大会的にどうかなって思ったんですけど、まあしょうがないなと思って組みました。優勝します、頑張ります。はい、じゃあ博士、毎週日曜新宿カーニバルで、お、宣伝から入る。宣伝から入っていくスタイル。あの7時ぐらいからやってるんで、よろしくお願いします。まあみんな行ってください。はい、優勝目指して頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、満を持してたまちゃん。たまちゃんですね。はい、どうもこんばんは、たましまです。おお、普通普通。とりあえずもうこのチームで、まあここまで来れて、まあラッキーだったんで。ラッキーじゃないだろ。本命だからな、本命だから。勝ちに行くんで、ちょっと応援のほどお願いしたいんですけど。いや、応援されないよ、言っとくけど。まあ、ネットももちろん伝わっております。俺のこと応援する仲間も中にはいますよ、中にはいますよ、そりゃ。だ、全般的にはどっちかっていうと動物寄りですんで。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。シキガエルは応援してるんでしょうかね。応援してるよ。
チキバイソン。じゃあじゃんけんして先方決めからまずですね。まあしょうがないよな、あれ。なるほどな、あれ 2P だったら絶対待って待ってるってさあ盛り上がっております。まあ、さあ誰が先方なのか非常に興味のあるところですが、これ藤本モンハンは多分1回も大将出てないですよね。4人目まで行ったかな、確か行ったような。ノーとやった時3人目でしょ確か4人目か、シューさんのところに1回目の時に4人目まで行ったっしょ。あれさあ決まった、はい、先方は誰と誰、黒いワンと機械。これは動物が、これは動物読み勝った。ただ機械が投げられて死ぬ。まあまあ落ち着けて、まあ落ち着けて、未来が同じ渋関税だろ。レバーちょっとおかしい、大丈夫、ちょっとストップ。じゃあちょっと場をつなごうか、はい、まあ、僕はね、フジモンハンチーム応援してるんで。あ、そうですか、はい、じゃあ一応うちは動物何、どうしたどうした、レバー外れてる、それはやっちゃいけんな。ライツさん、ライツさんいますか、レバーが、ヨン様の、ヨン様の、メジャータイトル、総なめ計画はかけるごと、あと何が残ってんの、エスト、オクサ取ってるよね。なるほど、まあ、スターカップも一応、あ、まあまあまあ、あれはちょっとまただけど、レバーがさっきおかしかったんだよね、つってまあね、青パンになってこんなチーム構成にしてこう順調に闇落ち化が進んでるなっていう感じでいい感じだと思うんで、頑張ってほしいところです。まあ、ダークサイドだよ、ダークサイドだよね、完全にヒールに、あのね、まあそのうちジェダーに帰ってくるかもしれない。あ、まあまあ、だからあのプロレスラー、プロレスラーみたいなもんだから、あのヒールから善玉になったりとかね、逆もあるから。アイドルチームねえな、あのさすがにこれには真央さんも困惑が分かってお前らかアイドルだったら俺どうなるんだよみたいな、何言ってんだみたいな顔してますけど。確かに、まあ今日はね、フジモンハンはみんな煽られると思うんで、僕はフジモンハン寄りで行こうと思う。逆にね、ケケワイさんは動物寄りで、まあ一応大体ね、はい、まああの限度を超えない感じで行きたいと思いますけど、はい、限度すぐ超えちゃうからな、超えちゃうからなちょっと一本取られたぐらいでさ、まあまだね、ここで喋ってる分にはマシですよ。確かに、この後の麻雀の時はひどいと思うんだけど、まあまあまあ、麻雀はね、3人でやってるから、ね、3人でやってっからねいや、しかしこれ先方黒岩機械だから、機械取るとね、まあね、かなりインドが出る、インド出るね。でインドに対して同キャラか中国娘ですね。で中国に、固めが行って、固めだよね。でもオペナが行ってたんだよな。ヒョウはあると思うよ。さっきヒョウ来たの意外でしたよね。ナルシムの、まあ4代目かヒョウでしょうね。スタートボタン。さあ抜けれてる、まだチェック中かな。同時押しが難しいんだこれ。あ、出た。さあ抜けましたが、チェックは大丈夫かな。大丈夫ですかね。一回チェックですかね。一回ちょっとボタンチェック的なことをやって、ボタンチェック的なところを一回やって、ボタンというかレバーというか問題ないかだけ。そうですね、だからまあ CPU 戦をちょっとやってもらってという感じです。大丈夫だったら大丈夫って言って。はい、お、キャミンステージですね、ちょうどいい。これはもうキャミンステージが変わんない、キャミンいないから変わんないですね。さあ OK、 じゃあ機械ちゃん乱入お願いします。さあ決勝戦、ちょっと水入りありましたが改めてスタートです。かける5対1試合いってみましょう。飛び、あ、機械がバックジャンプ、これ悪くない。さあこれで落ち着けが、おっとびっくりしながらシュワシュワとされて、
これはうまいですね、黒岩。さあ、黒岩さん、玉焼きが非常にまぶして、さあ、削れないんですよね。バックジャンプ。さあ入って、お、うまい、うまい、うまい、前足うまい、相当うまい。さあ、これはケツだが、まあ、食らってもいいからね、これ。あっと、くらい様やーる、盛り上がってきてまいりました。ちょっと前が遠かったんで、話多い人じゃなかった。あー、ま、さっきと一緒だが、あった、まさか、さっき見たのか。いや、でもこれ相打ちだとまずいよね。まだこの体力差を取り返せるか、ダイヤシーン。さあ、だいぶ取り返してきた。さあ、これで十分かな。うまい、うまい。ちょっと待ってがね、勝てるんですよね。さあ、頑張んなきゃいけないのがホンダの方になっている。タマプラ、タマプラが起動した。うまい、これはうまい、仕事している。さあ、インドか。さあ、さっそうと博士が登場です。まあ、インドでもね、固めでもいいんだけどね。まあ、まあ強いけど、まあでもインドじゃない。これ5人抜けするパワーあるからな、このインド。ある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 。まあしかしさっきね、まあ機械ちゃんね、この2人にもいいとこまで行って負けてるんで。そうなんだね、1本がね、キャラパワーがね、あるんで。キャラパワーなんだよな。うまい、あーっと、さすがにスラスト発生に触れ、下段しかも、あーっと、クライムなので入らない。でも入らないですね。ある、あぶねえ、あぶねえ、おお、よくよく外した。まあ、ハッカスでもよく出したね。さあ、裏剣あるぞ。いや、これかなりいいぞ。さあ、また貯めた、博士。安い、安い、これまだ安い。確定、大一般。今のは逃げそばとね、なくなった。まあ、インフェルノ当てて追いついたのがね、博士落ち着けた感じでしょう。あそこよくインフェルノ打ちましたね。まあ、俺は出ないんでね、脇側は。さあ、足払い、これはちょっと遅かったか。うまい、博士やっぱフレームがしっかり打ててますね。お、よく打った。これがロー、飛びはさすがに、さあきつい、これはちょっと厳しいか。端はやっぱうまい、あーっと、やはりそこは通してくれない、博士。あー、難しいとこ今。今のはちょっとな。おお、すごい当たりました。だが意見のある、イフェンのあるんでね。ファイトビアさすがに、あっと苦しいが、あー、まあしょうがない。さあ、ここでヒデ博士がクレバーになりましたね。とりあえずダルシムだけはなんとかしてくれって感じでしょうね。結構龍剣ダルシムですからね。まあね、同キャラもちょっと微妙だし。さあ、ヒデが調子を取り戻してるんで、先ほどの4人抜きは相当強かった。そうですね、3人抜き。これは前、さあ、しかし博士が強気にいってる。これはしっかりと、ファイヤーで、バックジャンプ、何もしない。さあ、これを踏まして、飛びたらゲージを取っていくが、今インフェルノちょっと投げ返し、これは完璧。さあ、今のちょっと危ないが、これは隠っているが、まだセーフティーリードか。僕が怖いですね。あっと、テンションを潰した。投げ取って、投げ返し、よく投げたな。まあ今ね、ゲインもう一回刻みたい時間あったからね、難しいとこ。だから結局受け身取ってその後の継続できないから受け身いいかなと思ったんですよね。で、投げ返したね。まああそこは投げ返しできれば勝ちですかね。うまい、うまい、これは美味しい。まあダルシムもちょっと辛そうではあるが、ヒデが、まった、これは博士うまいんだね。飛びがちょっと、インフェ戦列をうまく使わせようという、うまい、これは
まあ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 よしでしょう。何でもちょっと怖かったけど。さあ、おお、フレイム。頑張ったね。まあインフェルノちらつくだがよく飛びました。はい。さあ3人目。うまい。うまい。見えてるぞ。ヒデが取るのか。シストゲームなのか。さあドリルを食らわなければうまい。相当うまいぞ。ガブさん。博士がセミナーぐらいで。うまい。あ、これは使って、なんかまあまあまあよしでしょう。ただインフェルノ溜まるぞ。チュンリー側も溜めたいところ、画面端に。うまい、相打ちでいいでしょ、これ。これはよくあるか。うまい、これは。これは攻めない、無理進めない。さあ、インフェルノを当てたい博士ですが。飛ばない、飛ばない。飛んだー、2段決めたオペマイか、4代目か、オペマイか、オペマイですね。オペマイですね。予想通りに進んでますよ、ここまでは。こちら星取り戦、かなり見応えがある総力戦ですね。いやもうここまで来たら分かんないですね、全然。やっぱ最大の壁とも言えるべだろう、博士を潰したのはでかいですよ。まあでも4代目はまだいる、ね、まあ4代目いるけどね。ダルシムもいるんで。おっと、次かなりヒデが開始ガド、しっかりガド、今回ね、空中で落とす。あれはでもなぁ、ハイクロよくあるさ。あー、飛び越し。おっと今のは安全重ねっぽいけど、どうなんだろうね。大転生ならワンチャンじゃないの。ありそうだよなぁ。あ、1、これはあるじゃないのか、次は飛べる、いい加算ですね。背中切りから行くかと思った。投げ、あーうまっ、最大。さあ当てて、さあ奥手にも、わあピオラない。あーっと釣られた。さあ、まあ上り蹴りじゃない。あーお手前強い、冷静ですね。出てくるの。さあ長州さん、50パワーを無視してくれ。はい、負けても元気です。あ、ひどかった。まあ僕ね、フジモンハンチームの見方なんで。ラウンド1、ファイト。おっ、ナイス。おっ、これ惜しい。まあ冷静にダメージを積み重ねていく。いい垂直なんだが、ガード、オペマイ今日調子よさそうなの。アクジャップ、アドーク、アドーク、あっと、まあ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 、むしろ昇竜スカッタガードされたかもしれない。さあ巻き込んだ、昇竜出ない。あっと、タツマ…あ、うっと…タツマキばっかり。冷静ですね。まあ、ちゃんとね、アドくん、強気、強気、強気、掴んで、さあ、アンスピかな。お、タツマキ、あー、勝利ピオラ…ピオラないが、おー、ピオリ…あ、ダイヤ神社。これはどうだ。もう始めたのうまい、レッパー、うまい、レッパーと思ったんだけど、まあ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 バク転あるからレッパーはまずいっしょ。おお、大外見てからすげえ吹っ飛んだな。素晴らしい。あー負ける、置いてるのに。あー昇竜が負けちゃやべえよ。あるか、掴んで、二択は。しょ、相打ちで微妙。昇竜。昇竜で。老人力。老人力出た。昇州。むしろ波動拳のミスまである。困ったぞ、困ったぞ。さあ、さあ、
ちょっと非常会議が行われております。いやワンチャン波動拳のミスあるよ。さあ残るのはタマちゃんと4代目出てきた。4代目だよな、まあキャラ的にはカワシム川端残ってますからね。ね、わかんない、全然わかんないよ。もうこれはかなりピンチだぞ。ドラマがありますね。長州がヒーローになる時は来たのか。まさか見てる俺ね、エクサーの権利を失うとはない。いや素晴らしいことです。はい、早く波動拳次前足うまい、うん、投げてさあ受け身はないぞ。投げてダメ足。さあガードして勝利手投げ、まあピヨン投げればいい。でもだいぶ体力を取り返された。こっから負けれるからな、剣は全然。いや今の踏んだ痛い、苦しいチャーリーうまいうまい。ああ逆転されたやべえ上は出るんですよ。まあ相打ちったね。大キックなのか、何で大丈夫なのか分かんないけど大丈夫と。大事、いやータイガース、あつかみすぐそれおーなんだ、長くフライ投げ、恥はきつくねえか。でもこれどうすんのこれ、助けてくれ。ちょっと待って落ち着け。あーまあしょうがないね、わかるんだが、まあしょうがない。まあでも頑張った。さあ4人目川島さん、さあ川島さん今日の川島は冴えてるぞ。4代目はちょっと苦い顔してるぞ。ダルシムはきついか。さあ8-2と言ってる4代目。ハゲ対決開幕、大事な対決。大足思い切ってんな。大足半分減ってない。飛び蹴り、あーっと痛い飛び蹴り。キャラパワーが、キャラパワーは互角だろ。さあもう破れかぶれでいってますが、いやー間に合わないんだな。8中キックうますぎだろ、これ8人もねえだろ。8人はないな。横に、あっと怖い。さあそしてあれが、あうまい、なんで、あっとっとっと、あ先生見てから、見てから打っちゃやべえだろ。まあよし、あ厳しい、踏んでテレポ出ない、厳しい、今の打っちゃダメなのよ。ダメなんですよね。さあ結構ね、4代目もね、まあジャンプ多かったから ね劣勢、まあなだ慣れてないとな、スタの戦は。大将川端、ローボットとしてみんなインストールするのか。さあどうすかね、それともフジモンが下馬評に優勝するのか。これで食べる、うまい、うますぎるんだな。たまったけど、まあこれでね、だいぶリードしてるけど、だもう一回食べてもう一回かさ当たりさせるぐらいの気持ちでしょ。さあ置き攻めいかない、あー打った、いって今のはちょっと遅かったか。川端もできるよ、うわーこれは苦しいか。なんとフジモンハンリーチ、4代目が強すぎる。うまい垂直、うまいうまいシャドウ、皆さん当てて前棒怖っ。ビオリソー、あ当たんねんだな。さあ厳しい、うえっきついぞ、画面がきつい、竜巻を打ちたいが、いやたまったけどこれ、あ優勝はフジ
モンハン、おめでとうございます。ふーと、まあ本命が予定通り勝ちましたね。ですね、4代目の壁が厚かったな。まあちょっとねチーム構成が完璧すぎましたね。確かに大将出なかったですからね、ね、一回もね。さあたまちゃんが機嫌いいですね。まあたまちゃんが嬉しそうで俺嬉しい。まあまあ出番なかったしね決勝ね。まあまあまあインタビューはした方は、まあそうですね、マッツンから行った方がいいのかな。じゃあまあ一応たまちゃん最後なのよくわかんねえけど、まあ5人目だから、じゃあ出た順番でいきますか。黒岩さんからじゃあコメント。カメラすいません、ちょっとカメラを今ちょっと設定するんで、はい、カメラこちら、こちらですね。すいません黒岩です。まず、ありがとうございました。まあ、僕としてはまずチームとして優勝できて嬉しかったんですけど、僕は1回も勝ててないんでちょっと残念でした。ただ前回のスター杯、2月にあったスター杯で玉島さんとか博士が仕事の都合とかで出られなくてちょっと残念なところがあったんで、ちょっと役に立ちたいなって思ったんですけども、ちょっと自分役に立てなかったです。次回もエストとか大会頑張っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ次博士出た順番だから。あんま力にはなれなかったんですけど、チームが優勝できて嬉しかったです。もっと修行していきます。あ、こっちがカメラ、カメラ欲しいです。はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次オペマイさん。ようやく優勝できて本当に嬉しいです。4代目を誘った僕の作戦勝ちですね。あと長州、藤本さんいたんですか。やべ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 、できなかったのだけが心残りかな。はい、で、10-0 で負けてるくせによく。で、まあ僕前夜祭も取ってるんで、お、2冠やる温泉で2冠で嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ4代目。皆さん応援ありがとうございます。誰もしてないかな。みんなさんの答えに期待に応えられてよかったと思います。答えてないよ。コックスも自分の手で優勝して、今回は自分の手で優勝できたんで、エストも勝ちたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後タマちゃん。いやー、たまちゃんさ、昨日さ、前夜祭で先生優勝したからさ、まあ、親玉としては頑張らざるを得なかったと思うんだけど、まあ、本命のプレッシャーもあったと思うんですけど、どうすか、その辺。俺、ほんと正直ね、周りからの圧力が半端ない。まあ、そりゃそうでしょ。これを跳ね返すぐらいの力を俺らは持ってる。おー、素晴らしい。自画自賛。いや、もう、実際ほら、結果出たから。まあまあまあね。メンバー集めようぜ。はい、優勝したいということで。なるほど。で、俺はもう連覇かかってたんで。はいはい。もうじゃあ頑張ろうよ。頑張ろうと。もう周りからどう思われてもいいから、もうとにかく勝って、優勝したらそれに越したことはないと思うんで。まあそうですね。まあやっぱみんな腕自慢で来てるんで。はい。もう俺らも全力でいかないとさすがに無理だ。まあ本当に勝てて良かったです。はい。まあ、たまちゃんは2連覇ということでおめでとうございますという感じですかね。はい、ということでこれにて、長らく、続いたかけるごも試合の方は終わりということで、じゃあ最後に、マッツンさんの方から好評と締める挨拶いただきたいと思います。いやー、たまちゃんのありがたいあれですね、お言葉でしたけど、たまちゃんは何をどう思われてもいいかなと言ってましたけど、意外と実際どうこう言われると気にしてますよね。気にしちゃうんで。気にしてますよね。評判気にしてるんですよ、たま島さんも。たまちゃん可愛い人なんで、はい、あんま悪く言わないでくださいね。実際このチームも実際はもともとこれでガツンと組もうっていうわけではなく、ヨン様が黒岩君を羽織ったらしいんだよ、はい。したら黒岩君はすでに博士とタマちゃんと決まっていたと。で、ヨン様はたまたますでにオペマイと決まっていたと。
あったかじゃん。じゃあ3人の2人で揃ってんだったら、じゃあそれでこれ組んじゃうかみたいな。まあちょっとキャラクターえぐいけど、まあなんか詳しいね君聞いたからどういう経緯で組んだのって聞いたんで、なのでもうね、もともとじゃあ強いメンバーで集まろうではなく、たまたま強いメンバーが強いメンバーで、そもそもつるんでたところの2人チームと3人チームだったのが合わさっちゃって、まああのポケモンができちゃったみたいな感じまあそうですね、な感じはね、そうだね、のみんなで頑張って、そう別に何思われてもいいからなんていうのは、たまちゃんさっきあの綺麗語で言ったり、そんなこと思ってないんで、なんか言われると気にするんで、気にしちゃうんで、たまちゃんは可愛い人なんです、意外と。なのでね、いや、でもね、あれですよ、あのこれ、事前エントリー開始する前から、あのこのチームの話は聞いて、いやー、アホがアホなチーム作ったなーみたいな感じで、これ、優勝しなかったら絶対石投げてやろうみたいな感じだったんですが、まあ、そのね、あのヒールを演じつつ、のあの予定調和しっかり優勝候補ナンバーワンできっちり優勝するっていう部分でやっぱさすがだなというところで、のヨン様は実際フォックスに続き連覇、大きい大会連覇ですね。次エストもこれは出なきゃいけないですよね、流れ的には。ヨン様の優勝を誰が止めるのかみたいな感じで、卒、ね、エッサガットで実際強い強い言われたけど、結果出してた人間がいない中できっちり結果を出しているので、のちょっと本当台風の目ですね、今、もう本当に去年、今年と。なので、今後も、まだ今後の夏、夏、次が8月のお盆の時期ですね、8月11日だっけな、なんかの日曜日、翌日が確か祝日の月曜なんだよ。で、その日曜日だったか土曜日だったか、ちょっと忘れちゃったけど、そこら辺であの秋葉原 e スポーツケアで、エクセスト、またやること決まってますので、よろしくお願いいたしますと。と今回は本題ですね、勝つべき人間は勝つ。っていうのが今まで多い中、まあ、優勝は実際そうでしたけれども、あの途中のヒデ君が、あのフジモンと散々苦手苦手としてたあの声もお撃破したりとか、そう若手新規がすごい頑張って頑張っての結果がどん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 生まれた、すごいいい大会だったんじゃないかなと、ね、思います。ので、あの今後も、まあ、アニコレだったりとか、そうジャイアンさん今もちょっとあのちょっと都合で席外しちゃいましたけど、あのジャイアンリサイタルオンラインで、アニコレとかでも大会とかやったりとかしてて、であのこういうような実機の大会とかに、あの一歩踏み出すのの下積みとしてはすごいいいイベントとかいっぱいやってると思うので、まあ、今後も実機勢ですね、その新規の復帰の問わずでどん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 増えていければなと。それになるとね、あのキャパシティ的にそうそう店がまた、でもこれ以上広い店ないからね、うん、でも本当うまいこと、あの来年再来年とね、あのやっていければなと思います。誰が一番最初にあれですね、缶桶に足突っ込むか、もうチキンレースだと思うんで、みんなうまいこと、まあ、地元のゲームセンターも盛り上げつつ、で、こういうようなイベントも盛り上げつつで、で、一つ全体的に盛り上げれればなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、今日は、実際エントリーが34チーム、当日エントリーが4チーム、合計38チーム、190人、プラスそれぞれの、あのご家族の方だったりとか、あの大会ではなく、の試合できた、例えば雪の服とかカメラ屋さんとかみたいなの回したら、多分200人超え。空気薄かった。でも本当ありがとうございました。またね、あの引き続きやっていければなと思いますので、あの今年2019年まず優勝チームは優勝チームなんだっけ。フジモンハンですよ。フジモンハン。フジモンハン。フジモンいねえのにフジモンハンなんだよね。フジモンハンのオペマイさん、四代目さんで博士で黒いワンでやっぱですねボスですね。たまちゃんおめでとう。お疲れ様でした。ということで、あの例年通りあの反省会という名の大あれですね、あの打ち上げ会ありますので、あの最初さっきあの点を取ったんですけども、意外と少なかったんですが、結局蓋開けたら結局出るのみんな分かってるんで、半端に保留とか引っ張るな、出るなら出るっていう感じでやってください。こんな感じで閉店まで、あしてあとまだ2時間ぐらいか、もりもり普段できるね、あのメンバーではないメンバーとの対戦がいっぱい楽しめると思いますので、よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございました。で、視聴者の方もあの何時だ、11時半ぐらいから確かあれだよね、あの配信始めたんだよね、10時間11時間ぐらい、まあ、ありがとうございました。で、途中あの配信止まっちゃったりとか、あのレバー不具合とかであのね、タイトル画面のままだったりとか、そういうようなあの不都合、あ、本当申し訳ございませんでした。けど本当お付き合いいただいてありがとうございました。はい、ということで、まあこれをもちまして、今年のかける5は終了といたしたいと思います。
まあ、平成も終わって令和になりましたが、皆さん、まあ、末永くストッツ X とお付き合いいただければと思います。皆さんどうもありがとうございました。